が一のことはあってはいかん。万が一ですか。そのような場合にはいかがいたしましょう。言うまでもなかろう。承知いたしました。ジーク、ラインハルトのことをお願いするわね。あの子は他に友達を持とうとしないけど、あなた一人で十分と思う気持ちは私にもわかります。引き受けてくださる？はい、はい、命に代えましても。それではいけないわ。二人とも元気で帰ってきてくれないと。どちらかがどちらかの犠牲になるような関係は長続きしないわ。あなた方二人はお互いに必要な存在であってほしいの。どうか互いに与え合う仲でいてね。はい、アンネローゼ様のおっしゃる通りにします。私はあなたにとっても必要な存在なのでしょうか。いつか誰よりも必要な存在になることができるのでしょうか。ご英訳もそうだ。だけどお前はそれだけじゃダメだ。俺の代理として何万隻もの艦隊を率いてくれなくてはならないんだからな。どうせなら敵にもそれなりに優秀な奴がいてほしいものだ。人類社会は銀河連邦の時代を経て、ルドルフ・フォン・ゴールデンバームの簒奪による銀河帝国の成立から482年、その間帝国の圧政を逃れた人々が自由惑星同盟を建国し、両者は激しく対立して150年が経過していた。この惑星カプチェランカも係争地の一つである。豊かな天然資源に恵まれたこの惑星も、双方にとってなくてはならないというほどのものではなかったが、互いに相手に渡してなるかという低次元の動機から、激しい戦闘が毎年のように繰り返されていた。キルヒアイス、いよいよ俺たちの戦いの始まりだ。ラインハルト様、戦って勝って勝ち抜いて、必ずやこの手に姉上を取り戻す。はい、その日まで俺たちは負けない。たとえそれがどんな敵であろうとも。はい、ラインハルト様。宇宙暦791年、帝国暦482年7月、ラインハルト・フォン・ミューゼルとジークフリード・キルヒアイス、二人の長い長い戦いの歴史が今幕を開けようとしていた。